応が遅れているというようなところもあるようですが、甘く入ったボールでした。センター前、楊大寛がヒットを打ちました。これがジャイアンツこの試合初めてのヒットになります。ノーアウトランナー一塁です。まあ、ピッチャーにとってはやっぱり島根さん、この足元が変わるというのは、もう全然違いますから、はい、打球は詰まって、これが野手の間に落ちます。立岡は三塁に。バッターランナーの楊大寛は大きなリードオフを取りましたが一塁に戻ります。これもインサイドに来た球でしたが、詰まったんですけどね、はい、詰まったのが幸いしましたね、ピッチャーの心理的にはどうですか、詰まらせた。